ハローシンガポール。どうも MC のイモキンです。アシスタントのあーちゃんです。今日私たちチャイナタウンに来てます、ね、来ました久々ですね。今どんな感じなの？結構人いますよね。賑わってますよ、平日だけど。ですよね、うん、今日ちょっとねランチ行きたいなと思ってまた誘っちゃったんですけど、はい、あーちゃん2年前に令和そばさん行ったの覚えてます？覚えてますよ。あのホーカーというかコーヒーショップにあるおそば屋さん、うん、ですよね。このお店が最近チャイナタウンに店舗を出したんです、はい、店舗、あの外じゃなくてレストランとして。そうそうそう、そば以外にも割烹料理とかお酒とかも出してるんで、はいはい、進化がすごいランチもおすすめなんで、はいはい、今日ちょっと行ってみましょうか。行ってみましょう。行きましょう。さあ今日も行きましょう。ジョイアス進化ライフ買っていきましょう。道がちょっとややこしいというか、ややこしい、分かりづらいというか、芋木迷ったらしいんですけど迷った。さっきの ね看板というか目立つマンションが見える道から曲がって、結構お土産屋さんとか、いやそうなんですよ、ね、開いてますね。人通りも結構ある。いやー天気いいし、なんか賑わってるし楽しいな、ね、ちょっとなんか買いたくなっちゃうな。パンダの着ぐるみとか買ってよ。着ぐるみ確かにいいかもしれない。これとかいいじゃん。これとかあこれとか綺麗な目がある。サングラスとかもある。安くて楽しいからね。いい、こういう服とかもあるし、いいですね。安っ。なんか結構観光客っぽい方も増えてきてますね。ね、いましたね。日本人の方もいらっしゃって、ね、アーケードのところに入りましたね。こちらです。ね、屋根ある。これは雨もしのげるのでいいですね。あ、でももうすぐあった。あ、もうすぐあった。なんで迷うの？わかんないわかんない。方向音痴爆発した。ありました。ありますね。すごい中華街の中にもう和食、ね、お店おしゃれ。おしゃれおしゃれ。看板もかっこよくないですか？かっこいい。令和そば。ここの店舗、あっちゃん初ですか？初で、知らなかったです。じゃあ行きましょう。行きましょう。手番をすごいいっぱい届きました。すごい、テーブルいっぱいにお料理が来ました。すごくないですか？ね、めっちゃ華やかですね。ね、なんか蕎麦のお店っていうイメージなんだけど、おそばしかないと思ってました。ね、これ一品物、割烹っていう感じですね。めちゃくちゃありますね。うわ、すごいランチにしたらすごい豪華。ランチってかもう居酒屋ですね。居酒屋利用できますね。そうですね、うん、毎回我々の食事がすごい豪華でありがたいもん。あとね、これホームメイドのね、梅酒もいただきました、ね、すごい、自家製ですよ。自家製ですね。めっちゃ美味しそう。じゃあ乾杯しましょう。乾杯、イエーイ、乾杯。香り豊か。うま、すごいすっきりして、梅の味が濃い。結構飲む前から梅酒の香りが、うん、すごい。これめっちゃ美味しい梅酒だ、うん、最高だな。ごくごくいけちゃうな、うん、あ、じゃあ何からいきたいですか？これ気になってるんですよ。なんかそば揚げの周りにそばの実をつけて揚げた、うん、揚げた、みんなこれめっちゃ気になる。なんかおそば屋さんならでは、そばの実使ってるから。そばの実めちゃめちゃついてますね。僕あん肝いいですか？あ、もうすごい立派なあん肝食べましょう。いっちゃいましょう。このままいってみようかな。まあ行ってみましょう、うん、いただきます。いただきます。うわ、めっちゃサクサク。新食感、こんなサクサクで美味しいんだ。結構食感がある感じ、うん、結構硬いのかなと思ったらそんなことなくて、中は柔らかいみたいな、クリスピーな感じでめっちゃ美味しい。あん肝、これちょっと酒が進むわ、うん、日本酒も飲めなくなっちゃう、うん、贅沢や。僕この唐揚げ気になってるんですよ、うん、さっきちょっとシェフに聞いたら醤油麹をマリネして、うんうん、米粉で揚げてる唐揚げ。絶対美味しいじゃないですか。絶対うまい。これいこっかな。私これにしよう。発酵バターで炒めた。あ、バター。唐揚げはなんかこうお酢とチリパティ、ニンニクのやつにティップして。めっちゃ美味しい。麹染みてる。めっちゃ美味しい。濃厚で。やばいですか？やばいですか？これもう酒飲み大好き。大好きで、大好き。滝好きたまらないやつ、ね。唐揚げもね、麹の旨味もあるし、うん、お酢とキリッとした感じがね、癖、うんうん、になる。これも進みそう。ギンナン食べてみよう。ギンナン食べたい。うん。こっちでギンナンってなかなか食べれないから、うん、嬉しい。ギンナン。秋感じる。美味しい、大粒で。じゃああーちゃん、お刺身も行きましょうか、うん、行きましょう。3種類入ってて、サワラカンパチ赤身ですね、うん、お刺身もある。もう本格的なかっぽう屋さんじゃないですか。お蕎麦屋さんじゃないよ。さすがかっぽうかけるそば。あーちゃん何行きたいですか？サワラ食べたいです。サワラ行きますよ。わさびもいただいて、うん、僕カンパチ行こうかな。ちょうどいい量、3種類食べれるってちょうどいい、ね、本格的だな。和食のね、板前さんが入ってもう本格的に作ってらっしゃるから。本格的カンパチ。効いてますね。効いてます、効いてます、うん、身が厚い。うわ、魚もうまいのかよ。マジで全部うまいのかよ。結構ランチの営業もしてて、チャイナタウンって結構なんかビジネスマンも周りにいたりするん で、ね、ランチ利用もできるし、夜はちっぽりね、つまみながらお酒も進むし、私夜来たいから飲みたい。昼もサクッとね、お蕎麦食べるの全然いいですよね。美味しいだし、これ持ったりしないし、うん、カウンター席もあるから、うん、お一人利用とか、ね、芋気みたいな。あ、いつも一人酢の物もありますよ、うん、キュウリ好きなんですよね。こうねじれてるやつ、このねじれてるキュウリ、ね、
ごいね。たっぱりする、うん、詰まりますね。うまいな、ね、日本じゃん。ここシンガポールのチャイナタウンだけど日本。なんかたまに錯覚になるみたいな、うん、続いてお蕎麦来ました、ね、来ました。かけそば、かけそば先輩が、これすごいですよね。なんかね、お刺身っていうか、タイが乗ってて、はい、うん、わかめとネギと贅沢、こんなん食べたことない。いただきましょうか。高いお汁、いただきます。いただきます。だし効いてますね。だし、うん、すごい美味しい。そばも美味しいけど、つゆがうまい。うまい。うわ、染み渡るわ。はい、めっちゃ柔らかい。柔らかいですね。クリーミーさある、うん、ほうれん草かな、葉っぱも乗ってる、うん、気づいたらめっちゃ種類増えてません、ね、そばとかもろもろいっぱいメニューありますよ ね。迷っちゃう。これはちょっと通って今日はこれこれみたいな、選ぶの楽しそう。温かいおそばほっとするな、ね、冷たいのが好きなんですけど、コシを感じれて。シンガポールであえて食べる温かいおそばいいですね。いいですね、いいですね。夜の一品物とかお酒飲んだ後、締めとかでも、うんうん、ほっこりして帰るぞ。はい、もう2軒目行かなくていい、ね、ここで全部、うん、全部完結できてる。続いて混ぜそばです。来ました来ました。すごい山椒が効いてるらしいです ね。なんかさっぱりした匂いする、うん、うわすごい。私ラーメンの混ぜそばめっちゃ好きなんですけど、はいはい、そばの混ぜそばって、そばの混ぜそばね、そばもなかなかない、うん、いただきましょう。いただきましょう。いただきます。混ざってる混ざってる、うん、あれめっちゃくちゃうまい。山椒がたまんない、うん、これ結構な量入ってるね。ピリ辛もするし、うん、ソースをいただいたんですけど、全部入れるとしょっぱいかもしれないから、うん、調整してって言われて、うん、6割くらい入れて、うん、めっちゃ良くないですか。めっちゃいい、ちょうどいいかも。これ新感覚、これすごい飲んだ後とかにめっちゃ食べたい。マストトライ。全体的に美味しい。ラストライムそば。はい、来ましたね。ライムそば、これ大好き、ね。ライムそば初めて食べる。あ、本当ですか。はい、見た目が可愛いですよね。ね、可愛い可愛い。ライムを潰して、うん、スープにライムのね、うん、あれを出してから。さらに美味しいみたいです。いただきます。いただきます。うん、美味しい。一瞬で涼しくなったみたいな。うん、本当にそうかも。すっきりする。すっきり感すごい。うん、腰がすごいですね。腰がすごい。うん、もう冷えててすごいギュってなってる。うん、さっきのかけそば、あったかいおそばと全然違う。ね、すごい引き締まってる感がある。うん、これめっちゃ美味しい。背筋がピンとなる感じがする。夏を感じる。うん、シンガポールでザお蕎麦ってなかなか食べれないから、冷、うん、お蕎麦さんに来たら、ね、もう本格とわり蕎麦だし、やっぱりお子さんとかにもね安心で食べられますよ。ね、うん、あーちゃん最高でしたね。いやもう最高だ。極上ランチ。美味しかったですね。チャイナタウンっていう立地もね素晴らしいんで、うん、結構通えますね。今日ランチだったけどディナーとかで日本酒とかビールとかも行きながら、もうお酒に合うものたくさんありましたね。ね、あ、うん、行きたい。じゃあ来週の金曜夜とか僕は行ってますけどどうですか。じゃあ他の人と行くんで。土曜日とか忙しい。忙しい。じゃあ皆さんもぜひね令和そばさん来てみてくださいね。それでは今日もご視聴ありがとうございました。 See you next time。